長野県北部にそびえる飯綱山。あ、ヤギちゃんいらっしゃいました。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。来ました。登山歴10年のヤギちゃん29歳。全国各地の山に登り、山小屋の情報やテント泊の様子、山で料理をして食べる山ご飯など、登山にまつわる動画を配信するユーチューバーです。おはようございます、ヤギちゃんです。おととし始めたチャンネルの登録者数はおよそ5万9000人。これまでに160本余りを制作し、総再生回数は650万回以上に上ります。実は私がヤギちゃんにお会いしたのはこの日が2回目。最初の出会いは9月、北アルプスの常念岳に登った時のことでした。ヤギちゃんがテント泊して山頂を目指すこの動画に映っちゃってます。たまたま同じ日に常念岳に登った者同士だったんです。まず予習をします。はい、1917メートル、1917メートルで今1200メートル。いつもそうやって事前に調べてコメントしてるんですね。はい、あ、そうなんです。なんかここはどこどこで今日は何メートルで何時間ぐらい登りますっていうのを。おはようございます、ヤギちゃんです。今日は長野県長野市の飯綱山1917メートルに登ります。こうやって自撮り棒で撮影しているんですね。 iPhone ですよ、カメラ。撮りたいと思った時すぐに取り出せるように撮影機材はスマートフォンを使っています。おはようございます。だから、あ、すごい、ここいい。はい、めっちゃ可愛くないですか。可愛い。秋だ。秋だ。登山道を引き返し、はい、こんな感じでもう落ち葉も落ちててめちゃくちゃ綺麗です。こう台本とかなくてなんか何も決めずに撮ってます、いつも。あ、もうその場で、その場で見て感じたことを。撮り直しとかもするんですか。撮り直しあんましないです。あ、しない。なんか頑張、編集で頑張る。一発撮りで。撮影に加え編集も一人でこなします。平日は会社員として働いているため作業は隙間時間に進めます。お家だと誘惑が多すぎてなんかベッドでゴロンってしたいなって思ったりとかしちゃうので、もう何もない雑念がないところで。そういう編集作業っていうのは、うん、どこで学んだんですか。もう全部独学で、でも独学ってほどじゃないので、もう分かんないことがあったらなんか YouTube 見たりとかネットで調べたりとかして、パソコンすらこれも YouTube 始めてから買ったんですよ。そうなんです。そのために。そのために。週1本の配信を続けておよそ2年半。取材中ものの30分しないうちに。おはようございます、ヤギちゃんです。今日は長野県長野市の飯綱山1917メートルに登ります。冒頭、はい、もうできました。早い感じです。静岡県出身。登山を始めたのは大学時代、山に登るワンダーフォーゲル部に入ったのがきっかけでした。なんかこう日々生きていく上で、なんだろう、その住むところ、寝るところ、食べるもの、着るものとかって全然こう意識しないでこう過ごしてたけど、じゃあ3日間山に入るってなったら、なんだろう、自分が生きるにはなんか
どういったものが必要なのかみたいなのを改めて考えるようになって、で全部それを自分で背負わなきゃいけないので、なんか奥が深いなと思って、そこから結構山にはまりました。登った山はいつしか数えることをやめました。数字よりも大事な夢があるからです。自分でその山が好きな人とか自然が好きな人が集まれる場所を作りたいなっていうのがあって、やっぱり自分自身がその登山始めたばっかりの時とか社会人になり始めた時にその情報がなかったり、一緒に山に登る仲間がいなかったりして、すごい寂しい時期が長くあったので、まあこれからはその困ってるじゃないですけど、なんかもっと仲間とか情報が欲しいなって思ってる人たちに楽しんでもらえる側にこう回りたいなって思ったのがきっかけです。日がちょうど出て、完成した時に一人でも多くの人に来てもらうために、まずは自分を知ってもらう手段として始めたのが YouTube だったのです。東京で夫と2人で暮らしていましたが、今年4月単身で長野市に移住しました。なんか自然がすごい。飯綱山は自宅の窓からも見え、ずっと登りたいと思っていた山の一つだったそうです。だってなんかナビで登山口まで調べた時に、30分で行けるの？朝起きて天気が良かったから山行こうかなっていうのができるようになったのがすごい嬉しいです。標高1800メートルを超えると雄大な北アルプスを一望できる景色が広がります。めっちゃ綺麗です。すごい。時々私も撮影の手伝いをしながら山頂へ。あーおー、なんかすごい嬉しい。ここだ。やったー、着きました。やった山頂。どうですか、登り終えた感想。ちょっとすごいいい山だなと。でもこんなにすごいあっちまで景色が見えるとは思いませんでした。もみじ狩り日和だったこの日、山頂は県内外からの登山客でにぎわっていました。向かいにある北アルプス後ろ立山連峰がずっと見えるのがすごく素敵です。こんな出会いもありました。こんにちは。ヤギちゃんだっけ？ヤギちゃんです。あ、そう、ヤギちゃん。はい、ありがとうございます。はーい、ありがとうございます。有名な山だと結構声かけられるありますか？里山では初めてです。山好きが集まる場所を作りたいという夢を抱いて5年。サラリーマンで働いてる収入の中から10万円は貯金していて、プラスその YouTube で出た収益とか、そのアイテム T シャツとかを販売して得た収益っていうのはもう全部そのアジトの資金にこう完全に別口座で貯めて、一切手はつけてないので、家は買えないですけどぐらいですかね。山登りのようにコツコツと着実にゴールへ歩みを進めています。